ザリングリバースは2017年制作のアメリカ合衆国のホラー映画ジャパニーズホラーの傑作リングをハリウッドリメイクしたザリングシリーズの第3作目原作者の鈴木浩二はこれぞ原点回帰ハリウッドで作られたリングシリーズ史上最も原作に忠実で最も怖い驚いたと太鼓板を押している見ると 必ず7日後に死ぬと言われる呪いのビデオを見てしまった。ジュリアは呪いの連鎖を断ち切るため、恋人のホルトと共に呪いのビデオの謎を調べる。やがて、二人は一人の少女の存在に行き着くが、それは、さらなる恐怖の始まりだった。2014年7月、パラマウントピクチャーズは、ザリングシリーズの新作、ザリング 3D の制作を進めていると発表した。8月、 パラマウントは、デビット・ルーカとジェイコブ・アーロン・エステスが執筆した、脚本のリライトを秋葉・ゴールズマンに依頼したと、報じられた。11月、グティエレス監督は、自身のインスタグラムで本作のタイトルが、リングスに変更されることになったと報告した。2015年1月16日、マティルダ・ルッツが本作で主演を務めることになったと、報じられた。3月20日、 アレックスローが起用されることになったとの報道があった。27日、エイミー・ティー・ガーデンがキャスティングされたと報じられた。4月1日、ジョニー・ガレッキの出演が決まった。本作の主要撮影は2015年3月23日にアトランタで始まり、同年5月31日に終了した。2016年7月には再撮影が行われた。 サマラの雲歩きと呼ばれる四つん這いで、手よりも足が前に出る、股関節が外れたような人間では考えられないような、不気味な動きは CG ではなく、実際にサマラを演じたボニー・モーガンが行っている。ボニーはもともと体操選手であり、曲芸師、スタントマンであるため、このような動きには慣れており、レッドカーペットでもミニスカートとヒールで楽々と笑顔を見せながら同じ姿を披露した。 実際のボニーは黒髪ではなく赤毛で天然パーマがかかっている。リングにでもスタントマンを演じているが、公開前にボニーは世界的に有名なサーカスのオーディションに合格し、彼女の名前の使用権はサーカスにあったため、名前がクレジットされなかった。パラマウントピクチャーズは本作を2015年11月13日に全米公開する予定だったが、 同年9月に公開スケジュールから本作を引き上げた。10月、パラマウントは本作を2016年4月1日に全米公開すると発表した。しかし、2016年2月17日、パラマウントは本作の全米公開日をパラノーマルアクティビティ後の全米公開日と入れ替えると発表した。9月22日、ウィジャビギニングのロイをい殺すとの競合を避けるために、 本作の全米公開日が2017年2月3日に延期されるとの報道があった。2016年8月24日、本作のファーストトレーラーが公開された。2017年1月5日には、セカンドトレーラーが公開された。24日、パラマウントピクチャーズは Facebook で、電気店にやってきた客が、テレビから出てくるサマラに仰天する姿を映した。 ドッキリ動画を公開した。その動画は公開初日だけで延べ200万回以上視聴された。本作は君と僕の距離やザコメディアンと同じ週に公開され、公開初週末に2 0 0万ドルから1400万ドルを稼ぎ出すと予想されており、その予想は的中した。2017年2月3日、本作は全米2931巻で封切られ、 公開初週末に1300万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場2位となった。なお、本作の興行収入が伸び悩んだことが原因で、パラマウントピクチャーズが13日の金曜日のリブートを取りやめたという風評が流れた。本作は批評家から酷評されている。映画批評集積サイトのロッテントマトズには99件のレビューがあり、 批評家支持率は7%、平均点は10点満点で3.2点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、ザリング、リバースは、長年のファンには、それなりのスリルを味わわせてくれるかもしれない。しかし、そうではない人々にとっては、過去作品の焼き直しに過ぎず、グダグダしたストーリーが、永遠に続くかのように感じるかもしれない。となっている。また、 メトクリティックには23件のレビューがあり、過重平均値は25、100となっている。なお、本作のシネマスコアは C マイナスとなっている。2016年4月に開催されたコミコンにおいて、パラマウントの副社長であるロブ・ムーアは、ザ・リング・リバースが工業的に成功したなら、年に1回のペースで続編が制作されることでしょう。それは、かつての パラノーマルアクティビティシリーズの地位を占めるでしょう。と語った。しかし、同年9月にムーアがパラマウントを退社したため、シリーズの今後の展開に暗雲が立ち込めた。2017年2月、ムーアの公認となったメーガン・コリガンは、続編が作られるか否かは、時間が教えてくれることでしょうと語った。しかし、11月にはコリガンもパラマウントを退社することになったため、 現段階で続編が制作される見通しが立っていない。ありがとうございます。